RPK は RPDK 機関銃の後継分隊支援火器として1961年にソビエト連邦軍が正式採用した軽機関銃。アサルトライフルであるアガムを発展させた軽機関銃である。第二次世界大戦後に発足した NATO 加盟諸国では不評の装備する消火器を自動小銃と短機関銃、汎用機関銃で構成する道を選んだが、 ソ連は分、分隊に AK-47 と、分隊支援火器を配備し、中隊に、反用機関銃を置く道を選び、第一世代の分隊支援火器として、RPD を採用していた。しかし、RPD の弾薬は AK、AK-47 と共通だが、部品の互換性がなかったため、調達上の効率が、阻害されていたほか、球団方式が、ベルトリンク式であるため、部隊では、 AK の弾倉が使用できないことに不満が出ていた。そのため、使用アサルトライフルであったアカムをベースとした軽機関銃の開発が計画され、RPK が開発された。RPK の内部構造はアカムとほとんど同一だが、弾丸の初速を増大させて、射程を延長するため重心長が通常のアカムより長く、またフルオート連射により、 重心が加熱し反ることによる命中率の低下を防ぐためとフルオート連射時の反動を抑えやすくするために肉厚の重心を装備している。重心は AK と同様に機関部に固定されているため交換できない。重本体のレシーバーはアカムと同様に後半のプレス加工によって製造されているが、後半の厚みはアカムの 1mm から 1.5mm に 強化されている。他に、レシーバー前方に強化リブがある、マガジン装着部上部に、くぼみがないなど、アカムとは異なる部分がある。アカムをベースとしているが、グリップやトップカバー、デッキロックは、AK-47 と同型であるなど、AK-47 とアカム両方の仕様が入り混じった構成である。これは、AK-47 から、 アカムへの更新の過渡期に製造開始されたためである。また、重工部下方にプレス加工による軽量の折りたたみ式2脚を追加してある。これに伴い、重症は副写時に左手を添えて片付け保持するのに適した大型のものに変更された。初期製造品の2脚は固定式だったが、中期からは首振り機構が追加され、 後継の RPK-74 では2脚の可動域がさらに大きくなった。AK と共通の30発断層のほか、それを長くした40発の断層、75発のドラム型断層などが開発され、供給された。75発ドラム型断層を装着した RPK 使用する断層は、アカムの30発バナナ型断層、40発バナナ型断層、 75発ドラム型断層などがある。しばしば、100連ドラム型断層は存在しないとされるが、の輪行によって製造されたものが存在する。アカムと部品の交換性を達成して、AK の断層が使用できなかった問題をクリアしたほか、取扱い法も統一されたため、兵員の訓練にかかる手間も大きく減少した。その後、ソビエト連邦軍のみならず、 多くの東側諸国に輸出され、第三世界にも広がるなど、世界中で使用された、暗視装置を装着するためのマウントプレートが、レシーバー左側面に付属した、RPK の夜間戦闘型、45発弾装を装着した、r p k 7 4九9 7 0年代に、小口径の点四五 x メートル弾を使用する a k が、 正式採用されると、AK-74 と同一の弾丸を使用する、RPK-74 が新たに登場した。RPK からは、重厚にフラッシュサプレッサーが装着され、レシーバーカバーのリブがなくなるなどの改良がなされている。弾倉は、AK-74 用の30連発バナナ型弾倉か、延長型の45連発バナナ型弾倉がある。 旧来のようなドラム型断層は開発時にテストされたが最終的には採用されなかった。しかし RPK のものを 5.45X39mm 用にコンバートしたサードパーティ製品が複数存在する。他にも断層内部でダブルカラムを2つ並べてその頂点で2個のマガジンフォロワーが合流するという。 非常に珍しい構造を持った60連装断層も存在する。初期に生産されたものは AK-74 に順じて、後半のストックとハンドガード、赤茶色のベイクライト製グリップにオレンジ色のベイクライト製断層を採用していた。1980年代に入って生産された後期型は、ストックとハンドガードが新素材であるポリマー製に改良され、 プラスチック製断層もリブの数を大幅に増やした新型状となった。また、プラスチック部品の成型色は焦げ茶色になった。また、RPK-74 は BMD-3 不評戦闘車に自衛用火器として一丁搭載されている。暗視装置を装着するためのマウントプレートがレシーバー左側面に付属した RPK-74 の夜間戦闘型。 BMD-3 の車上で RPK-74M を構えるロシア連邦系執行長特殊部隊サトゥルンの隊員 RPK-RPK-74 の改良型であり AK-74M の分隊支援下記仕様であるストックが折りたたみ式となり重小右側の本体付近にスイベルリングが存在するハンドガードとグリップの形状は RPK-74 後期型と同じである。プラスチック部品の成形色が RPK-74 後期型の焦げ茶色から黒色になった。バリエーションは RPKM が 7.62EX39mm 弾を使用し RPK-74M は5 4 5 x 3 9 m m 弾を使用する。どちらも弾倉はプラスチック製の黒色で、 RPKM は40連発バナナ型、RPK-74M は45発バナナ型である。また、5.45mm 用のみ、マガジン横に、突線が入っている。どちらも現在ロシア連邦軍が使用している。また、RPK-74M は BM、BMD-3 及び BM、BMD-4 不評戦闘車に、 自営用火器として一丁搭載されている。RPK シリーズの最新型である。AK-101 に対応した分体支援火器仕様である。RPK-74 に M 同様、ハンドガードやストック、グリップにプラスチックを使い、プラスチック製の折りたたみ式重傷を標準装備し、重傷右側の本体付近にスイベルリングが存在する。 RPK-201 は 5.56X45mm な東弾に対応しているので輸出向けモデルとみられる。96ラウンドのドラムマガジンとサプレッサーを備えた RPK-16、RPK-165.45×39mm 軽支援火器は RPK-74 をさらに近代化したもの、ロシア軍における RPK-74 の役割を引き継ぐことが期待されている。これは伝統的なカラシニコフのレイアウトとデザインに基づいており、AK-12 プログラムから派生した新しい技術と人間工学的機能を備えている。RPK-16 は 5.45×39mm 弾薬を使用し、RPK-74 の固定バイポッドの代わりに、 ピカティニーレールに取り付けられた取り外し可能なバイポット、装備する。従来のカラシニコフガス式、ロングストロークピストンシステム、取り外し可能なサプレッサー、レシーバーの上部にあるピカティニーレール、様々な光学機器、スコープを取り付けるためのピカティニーレール、ハンドガードの下部にあるバイポットマウント、人間工学に基づいたピストルグリップ、 折りたたみのバットストックと2つのメインバレルの長さ。550mm ロングバレルおよび 370mm ショートバレルがある。その設計により重心を簡単に交換できる。戦闘重量は 6kg、全長は 1076mm、周期的な連射速度は毎分700回転、精度範囲は 800m で、標準の96連ドラムマガジンを使用します。 AK-74 と RPK-74 のマガジンにも互換性がある。以下、RPK や AK をベースにした、軽機関銃。RPK 軽機関銃の登場作品を、表示するには、右の、表示をクリックしてください。コマンドを主人公、ジョン・メートリックス大佐が重傷を、ドラグの不足劇銃風に改造した、バルメ M78 を使用する。ブラックホークダウン。 ソマリア民兵が、サスタバ M72 を使用する。乱暴、怒りの脱出ベトナム河川海賊の見張りが、木の絵からバルメ M78 を構えて、警戒に当たる。レッドスコルピオン、ロシア特殊部隊スペツナズ、エンジェルビーツ、ウポッテ。擬人化された、RPK が登場。不死の両剣輪が二丁持ちで使用。アルマニア RPK-74 が登場。ブレッドホース、 マッシブアクションゲーム RPK-74 が RTK-74 の名称でセーバーの武器として登場。クロスファイアパンデミック、ヒーローモード、アンデッドモードで大活躍する。コールオブデューティブラックオプス RPK が登場。ドットサイトやドラムマガジン、IR スコープなどが搭載可能。バトルフィールドシリーズ、b f 2メック援護兵で。 RPK-74 を使用可能。プロジェクトリアリティハマースや自由シリア軍、タリバーンなどの民兵が RPK もしくは RPK-74 を装備している。また、ロシア連邦軍では 1P29 スコープを装着した RPK-74M を装備している。BFBC2VRPK が登場。 BF3RPK-74M が登場。BF4RPK-74M が登場。後のパッチで、使用弾薬が 7.62EX54 メートル MR 弾に変更され、それに伴って名称が RPK に変更された。BFHRPK-74 が登場。マーセナリーズにワールドインフレームス。 オートマチック式ライフルという名称で登場する。ベネズエラ軍が使用する。メタルギアソリッドピースウォーカー RPK が登場。開発するとドラムマガジンになる。レッドクルシブルにルーマニア製やユーゴスラビア製などにはアカムと同じ形状のくぼみがあるものも存在する。スプートニク、スナイパーマチネ軍、カラシュナカウフワンベイルズユニバーサル、ウェポンフォースペシャルフォーセス。 sputniknews.com 2017年3月14日閲覧 a r m y 2016カラシュナカウフワンベイルズ RPK-16LMG IHSJANES 360 www.jane.com2017 年3月14日閲覧 RPK-16 ライトマシンガンモダンファイロームズ モダンファイロームズ、http コロンスラッシュスラッシュ modernfirearms.net スラッシュ en スラッシュマシンガンズスラッシュ rus ia-mac-in-e-g-un-s ラッシュ rpk-16-en-g スラッシュ2018年6月21日結スプートニク、スナイパーマネグン カラシュナカウフワンベイルズユニバーサルウェポンフォースペシャルフォーセス sputniknews.com 2017年3月5日閲覧アーセナル社が製造するものを使用しているありがとうございます